この焼き餅なんてことを言いましてね、これは男でも女でも焼き餅ってのは焼くもんでございますけれども、男の焼き餅ってのはどうも乱暴なものが多いそうでございますね。まあ無茶な話なんかをよく聞きますけども、おー見ろ見ろ見ろ、あの塀のすっくらがり、若い男と女がめちゃ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 喋ってやってやったる、うまくやってんな父親、水もぶっかけろなんて、ね、水かけちゃったりいたしました。これ犬じゃないんですからね。で、後で聞いてみたら、これ恋人でもなんでもない兄弟が引っ越しの相談をしていただけというね。これはあまりよくありませんけれども、またこれね、男と違って女性の焼き餅の焼き方というのは一味違う。昔はこのおめかけさんと本妻とでは焼き餅の焼き方が違うなんてことが言われておりました。おめかけさんというのは大体この辺で焼くんだそうでございますね。これが本妻になりますとぐっと下の方、まあこの辺で焼くんだそうでございます。これはあるお宅、旦那がね、ここのとこすっかり毛が白く、頭の毛がね白くなってしまいまして、小宅へ参りますと、ねえ旦那、ん？なんだい？あのちょいとその頭貸してくださいな。なんだい？出し抜けに人の頭貸せっていうのは。まあ、だってね、すっかりこの頃もう、あと、粒の方が白くなってきちゃったじゃありませんか。この間ね、新宿をご一緒させていただいた時にね、通りすがりの者が、あら、親子じゃないかなんてなことを言ってましたのよ。悔しいじゃありませんか。旦那、こっちいらっしゃい。私が抜いてあげますから。ってね、おめかけさんの膝の上、毛抜きでもって白い毛を一本一本。これはね、意外といい気持ちらしいですね。まあもちろん私はそんなことは経験したことはないわけですけど、これが本宅の方へ帰りますと、あなた、なんだい、なんだいじゃありませんよ。どうしたんですかその頭。これかい。これはね、床屋で居眠りしているうち親方がうまいことやってくれた。まあなんて親方でしょうね。商人の主なんてものはね、白くなったり薄くなったりしてこそ信用ってものがつくんじゃありませんか。また女の子にモテようと思ってるんでしょう。こっちいらっしゃい、抜いてあげますから。今度はね、本妻の膝の上、毛抜きでもって黒い毛を一本一本。ご小宅で白い毛抜かれて、本宅で黒い毛抜かれて、とうとうだんだん坊主になっちゃった、ね。まあこれは無茶苦茶でございますけれども、ちょいと、あなた、まあこんなところで寝ているとね、お風邪を召しますわよ。あなた、ちょいと。へい。どう。ただいま大変にご相談でございました。あら、なんだ何かしら、この人は何か面白い夢でも見てるのかしら。まったく、まあ、あなた、私よ。はい。ああ、なんだ。ああ、今起こしたのはお前かい。お前かいじゃありませんよ。なんですね、ここ来たらね、寝てるんですから、奥へ来るとね、もう必ず寝ちゃってるじゃありませんか。お店へ出たらね、若い者とわー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 騒いで、たまにはね、私のとこへ来て、今日はこんな話があったとか、話をしてくださいな。私はね、もう奥で一人っきりで寂しいじゃありませんか。ありませんか、たてお前、いい心持ちで寝てるところだよ。出し向けに起こす人はありますか。いや、ありますか、だって、お風邪でも召されたらいけないと思って、起こしたんじゃないですか。まず風邪をひくと思ったらだね、上から何かかけるなとか何とかしてくれるよ。まったく、まあ、いやー、せっかくさっきはね、これからって時にな、なんだよ、お前が起こすから何にもなりゃしない。あら、あなたやっぱり何か面白そうな夢見てるのね。まあだから私がね、起こしたもんだから弟子抜けにね、起こったんでしょって。どんな夢見たんですか。ああ、夢か。別に話してやってもいいけどな。まあ、夢な。まあ、くだらない話、いいじゃありませんか。退屈してるんですから。どんな夢なんです。いや、言ってもいいけどさ。いや、お前がなんか怒るといけないから。まあ、何をおっしゃいますの。夢の話伺ったら、私は怒るも何もないじゃないですか。どんな夢なんです。え、いや、本当に怒っちゃダメだよ。うん。まあ、お前がそこまで言うんだったら、私も話をしてやってもいいけど。ね、これはね、私も驚いてるんだよ。なんか、なんでもね、用立てがあって、向こう島の方へ行ったんだ。すると、にわかの夕立ってやつ、ポツリ、ポツリ、ポツ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 って、ザッってんで、大雨だ。こっちはね、こまげただしね、傘はなし、弱ったなと思ってるところ、ひょいっと向こうを見ると、軒を深く出してるうちがあったんで、これ幸いとばかりに、その軒下でもってね、雨宿りをしていたんだよ。するとね、そこにいた夫人が、私のことを見つけて、あ、ちょいと、
そこで雨宿りしてる方、そこでは雨だれがいたしますんで、とうとうこっちへお入りくださいまし。え、手前はここで、大丈夫でございますんで。あら、なんですね。どなたかと思ったら、大黒屋の若旦那じゃありませんかって。いや、俺のことは知ってるんだよ。ご神父さん、大黒屋の若旦那がお見えになりましたよ。おや、そうかいってんで出てきたのかね。こら、お前の前だがね、中肉中背、ぽちゃ愛嬌、これが本当にいい女なんだよ。でね、奥の方から泳ぐようにして出てきてね。まあ、若旦那じゃありませんか。しばらくお見せなかったですね。さ、どうぞお入りになって。いえ、手前はこちらで結構でございます。いえ、そこではしぶきがかかりますんで、どうぞお上がりになって。お、竹屋、何をぐずぐずしているの。旦那の、若旦那の手を取ってね、お詫び申し上げないかいって言ってね、手を取られて、いのうちへ、うちへ上がったんだよ。まあ、なんて方でしょうね。初めて伺ったお家で、上がり込むなんて。それからどうしました。うん。でね、その、ご神父ってのがね、まあ、若旦那、お店の方行くといつも若旦那の噂ばかりでございますのよ。今日はよくいらっしゃってくださいました。どうぞごゆっくりなさってくださいましって言ってね、いろいろ世間話をしているうちに、奥から酒、魚が出されてね、運ばれてきて、で、まあ、さあ、どうぞ一つって言ってね、杯を刺されたんだよ。え、まさか。いや、だってそうじゃないですか、あなたね。ああ、お父っつぁんが毎晩晩酌をしていると、わけでもって嫌な顔をして見てる方なんでしょ。まさか、あなた、そのお杯をお受けになったわけじゃありませんよね。そう、だから俺もそう言ったんだよ。いや、手前の親父というものは、この、三度の食事よりも酒が大好きでございますんで、そのせがれの私といたしましては、酒というものは一滴もいただくわけにはまいりませんと、こう言ったんだよ。そしたらご心臓が、まあもうよろしいじゃありませんの、まんざら毒が入ってるわけじゃございませんしね、こんなおばあさんのお酌ではお気に召しますまいが、さっさっどうぞお一つなんてんで、据え方がうまいんだよ。そうだね、あれからやったり取ったりお調子3本は飲んだかな。まあこの人って人え、そういうとこいらっしゃるとお召し上がりになるのね。それからどうしました。いや、なんだよおい、調子は変わったね。いやもうね、よそうじゃないか。お前が怒るといけない。怒っちゃいませんよ、聞いてるだけじゃないですか。どうしたんです。いや、怒ってるじゃないか、まったく。もういやそうね、愛想ね、声でギャンギャン言うもんじゃないよ、まったく。表で聞かれたらね、お父っつぁんうるさいから。え、お父っつぁんが、いや落ち着きなさいよ、いや話すからね。いや私もね、もう普段飲みつけないもんだからね、もうすっかりこの頭が痛くなっちまってね。いやー、この飲みつけないせいでございましょうか、頭痛がしてまいりまして。あら、そらいけませんわね、今ここでは何でございますんで、奥の方へ床を取らせますから、さあどうぞごゆっくりって言ってね、女中さんに解放されて、いろいろ介護を案内してくれました。で、まあいい塩梅にこう頭痛が治ってきたんで、ありがとうございます、おかげさまで頭の痛いのも良くなりまして。ああ、そうですか、一時はどうなるかと思っていたんでございますがね。あら、いけない、若旦那の頭が良くなったと思っておりましたら、今度私の方で頭痛がしてまいりまして。おお、それはいけませんな、私は大丈夫でございますんで、さどうぞこのとこでお休みになって。いいえ、よろしいんでございますのよ。どうぞ若旦那はそこにいらっしゃっていただいて、私はただ若旦那のその方にちょいと入れていただければよろしいんでございます。若旦那ご堪忍くださいましってんでね、その帯をこうバーッと解いてね、もういるような長襦袢一枚でスーッとこの裾の方へ入ってきたと思いなさい。キーッ、あなたの手方、あなたの手方はそういうところにちゃうしたら、ちょ待って、お父っつぁん来る、ああお父っつぁん来ちゃった、おい、さまぐんじゃないよ、何をしてるんだ奥でもって。おい、ひるひらたね、もう少し慎み覚えたらどうだい。まったくは若いもんとは言いながら呆れたもんだね、実に。どうも、まあせがれもせがれだが、お前だ、一体どうしたってんだ。聞いてくださいよ、お父っつぁん、若旦那があまりにも不要席すぎますんで、私からご意見申し上げてたところでございます。何、うちのせがれが不要席。そら聞き捨てなりませんね。一体どんな不要席をしたってんだ。いや、なんといつからなんでございます、長島行ったんでございます。そうしましたらね、アメラちゃん、ちょっと待って、ああ、小口
な泣いてんだか喋ってんだかね、はっきりしておくれ。いやいや、落ち着いて聞くから話は。うんうん、雨が降ってきたってんだな、向こう島へ行って。うん、それでどうしたい。ああ弱ったろうね、雨宿りをしたのかい。はい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 、するってと極人にめっかって上へ上がった。そうかい。そらなんだろう。うん、ああ初めて伺うオタクじゃないね。うちの店かなんかオタク様じゃないのかい。ああそうかい、そうかい、やっぱり。うん、でどうしたい。え、でその案内をされて、うん、何、酒を出されて、酒飲んだ。うちのせがれがかい。はてねえ、うちのこいつは何なんだよ。私が毎晩晩酌をしてるってと隣でもってね、いやな顔をしてるようなやつなんだよ。それが酒。ああそうかい、そうかい。ね、頭が痛くなる。そりゃそうだよ、普段飲みつけないものをそんなに飲めやな。それでどうしたい。何を、奥の方へ床を取って、そのとこへさっき言った夫人がその方から入ってきた。呆れたもんだね。そうかい、そうかい。いや、お花、そらお前がね、泣いて騒ぐのも無理はない。おい、せがれ、お前というやつはな、どうしてそんなところで酒なんか飲むんだ。え、そんな不思議なこと。おい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 、なんでお前そこで笑ってるんだ。お前がそこで笑って、私がここで怒って、お花が泣いてるんじゃ物がまとまらないじゃないか。どうして笑ってる。お父さん、これが笑わずになるやつかい。いや、お花、お前もいい加減にしろ。お父っつぁん、これはね、違うんですよ。さっき話したお花の話、これみんなね、夢なんですから。え夢ってあの夢かい。それでなんだい、お花が泣いたり騒いだりしてんのかい。そうなんですよ、騒いだりだり。いや、さっきね、私もね、このお店が片付いたんで、ちょいと奥へ入って、うとうと居眠りした。で、そこで見た夢をね、こう語っていたうちに、どんどんこういう騒ぎになっちまったんで、これね、はがっから芝居まで夢の話なんですよ。え、おい、お花、ほら、本当に夢の話かい。はい、夢でございます。呆れたもんだね、お前。お花、そら夢の話だったらもうね、そんなに泣いたり騒いだりすることもないんじゃないか。お父さん、私は何もね、やきもちでもってそのようなことをね、申し上げてるんじゃございません。こういうことが評判になって、お店が潰れるだってことがよくございますんで。おー、まあ、そういうことはね、世間言ったらあるかもしれないけれどもね。まあ、とにかくな、うちのせがれの体やね、お店のことを心配してくれる。こら、ありがたい。だからお父さん、こことは言いませんよ。ただね、まあ、夢の話ってんだから、まあ、せがれのことは一つ勘弁してやっておくれ。お父さんに、お願いがございます。なんだい、改めて願いというのは。え、その向こう島のお家へ行っていただきまして、なぜその夫人にですね、なぜせがれに酒を飲ました、そのような不自然なことをしたと言って、お小言を言ってはいただけませんでしょうか。おい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 、何を言ってんだお前、しっかり欲しいよ。夢の話だろ、私はどうやって夢の中へ行くんだい。お父っつぁんはご存知ございませんか、淡島様の髪の毛を呼びまして、これこれこういう夢を見たということを お願いをいたしますと、その場所へ行けるなんてことを私伺ったことがございますが。ああそうか、私もね、子供の時分にそんな話を聞いたような気がするけども、何それ私にやるっていうのかい。分かった分かった、じゃあおな、こうしよう、私ね、今晩寝るときにね、淡島様の方へよくお願いをしておくから、それでいいだろう。今晩では行けません、今ここでお願いをいたします。おい、ちょ無茶を言うんじゃないよ、お前今昼時じゃないか。私はね、昼寝なんてのはしたことがないんだよ。おお花、どこ行くんだい。え、戸棚を開け。おいおいおい、何布団なんか出してんだよ。え、枕。おい、分かった分かったよ、横になりますよ。まったく驚いたね、夢の話でもって。おいたるはね、子に従えって言うけど、このことかね。わかりました、淡島様だね。はい、どうか淡島大明神様、夢のとこへお導きをくださいませ。淡島大明神様、せがれの見た夢にお導きを。はい、心持ちだな。ご神徒さん、大黒屋の大旦那お見えになりましたよ。おや、そうかい。お、なんだい、これがここかい。おお、あ、
どうも、ここはお宅でございますか。まあ、大旦那じゃございませんの。よくいらっしゃっていただきました。いえいえ、なんでもね、うちのせがれがね、そちらへお伺いして、いろいろご馳走になったそうで、ありがとう存じます。いえいえ、若旦那でございますね。何か急用があるということで、お帰りになったんでございますけども、さあ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 、どうぞ、お入りくださいまし。そうですか。じゃあ、ちょっと失礼をいたしまして。おお、またこれは結構なお宅でございますな。いや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 、またこの今のご様子ね、掛け地の具合、花の生けぶり、ああ実にどうも。またね、この庭の様子、いながらにして今年のさえずるのを聞くことができる、大変結構なお宅でございますな。まあお父さんはお口が上手でございますね。さあ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 、どうぞごゆっくりなさってくださいまし。お竹屋、あ、お前はなんでそのお茶なんか持ってくるの。さっき若旦那が何とおっしゃったね。私は飲まないけれども、うちのお父っつぁんは三度の食事よりも酒が大好きと、そうおっしゃってたじゃないのね。熱燗をつけてらっしゃい。お父っつぁんすいません。今熱いのをつきますから。いえいえ、大丈夫です。私はね、もうお酒結構で。いいえ、よろしいんでございます。話は伺っておりますよ。ね、お父っつぁんは三度のお食事よりもお酒が大好きなんでございましょう。いやー、さようでございますか。まあ実のところ私もね、お酒には大変目のないたちでございましてね。いやー、何ですか、それでね、それがために死んだばあさんにどれだけ苦労をかけたかわからないんでございましてね。いやー、お店が引きましょう。で、奥へ戻ってきてね、まあ、ちゃんたいの上に熱いものが一本乗っておりませんと、どうも気が済まない。ああ、ちゃぶ台ひっくり返しなんかいたしましてね。それでもって、あの死んだばあさんにどれだけ迷惑をかけたかわからないんでございましてね。ああ、お酒でございますか。じゃあせっかくですから、一本頂戴をいたしますから。まあ、一本と言わず、どんどんお召し上がりになってくださいまし。お、お酒どうしたの？早くお出し。何？火を落としてしまった？まあ、しょうがない子だね。早く起こしなさい。早くお支度をして。すいませんね、あいにく火を落としてしまったそうで、今すぐつけますんでね。あ、それでね、冷やでよければございますんで、どうぞ冷やをお召し上がりくださいます。え、冷やですか。いやいやいや、冷やはないとしましょう。冷やはいけません。冷やはね、私いただかないことになってるんでございます。若い時にね、散々冷やでしくじりをいたしまして、それからというもの冷やはいただかないことになってるんでございます。あ、そうですか、残念ですね。おい、おたけ、たけや、どうしたんだい、まだかい日は。お父っつぁん、その間ちょっと冷やでもって。いや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 、冷やはいただかないんでございます。冷やはいただかないことで、冷やだけは。いや、そうですか。あ、たけや、どうしたい。もうしょうがない子だね。早くね、火を起こして。お父っつぁんすいませんね、ちょいと冷やで。いやいやいや、冷やはいただかない。冷やは結構出ます。いや、お父っつぁん、お父っつぁん、お父っつぁん、冷やはい、冷や、冷や。ああ、なんだい、お花、お前かい。ああ、お父っつぁん、向島のお宅が知りましたか。ああ、わかったよ。だけどもお前、惜しいことをしたな。え、なんでございますか。私が起こしたんで、こことは言えなかったんでございますか。いやー、そうじゃない。冷やでもよかったんだ。